嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。絶対ホラーライトそのトーンでやっちゃいけないから今日何で全然入り込めへん。何で都市名物以外やんのか。しっかり進行しっかりしてよ。そうだ、 MC あなたでしょ今日。今日のトメズゲストは永井雅明です。誰だよ斉藤先生。誰だよ。どうやってくれ。山崎箱という人物をご存知でしょう。ピボーン。呪いって言ったわけでしょ。おもうだいぶ言っちゃったわ。そうだったよ。嘘。よし。山崎箱バチマジ箱さん好きなんだよ。呪いというね、あ、呪いあってもうタイトルからしてバチバチに怖い曲を作った人として有名なの。その呪いという曲聞きたいですか皆さん。聞きたいです。もちろん。大政奉還ってどういうやつ。大政奉還ってあれ国の決まりだよ。国の決まり、え、どういう決まりなの。あの、なんか三大憲法あんじゃん。三大憲法、おぉあと二つは。あと二つ、あと国民的民法と国民的民法ちょっと国民的民法どんな渡し方してるの。呪いますじゃないの。それ全然知らない。全然知らない。逆逆逆逆。ああ。ああ。逆逆逆逆。じゃんだって。彼一方通行だけど、うま合わせるの。そうそう。ノリでやってくる。この前もファミレスで生頼んで、こいつもノリで生頼んで飲みます。で、カーン。カーって言った瞬間に同じこと言った。同じリアクションしようとして。あ、こんな感じ。俺半分くらいは飲んでね。うわーすぎんのに速攻ドリに突っ込まれて全然飲んでる。うわ、もう気持ち悪い。ちなみに正義が言ってるやつはあの全然違う曲です。あ、違うんだ、うん、それから中島みゆきの恨みますっていう。あ、それだ。物知りになったよね。いやもう知りマスターだよ。馬面と張ってるから。歌詞やばくない。まあ、我々クラスになったら俺両耳聞くから。ね、コンコン。まあだから藁人形を釘で打ちつけてこう呪いをかけてやるみたいな内容の、うん、そんな内容のバチバチ言ってましたね。言ってましたね。山崎箱と中島みゆきと急に雰囲気出てきたよ。森田童子っていうね、この3人の女性の歌手がいてですね、この3人が一緒にライブを開催すると自殺者が大量に出ると言われています。まあこれはあくまでも噂だけどね。この呪いという曲なんですけど、あるアニメで使われたことがあるんです。そうだよ。忍たま乱太郎。違う。あー、惜しい。あ、惜しい。知らねえだろ。これ知らなかった。これなんとちびまる子ちゃんなの。まる子ちゃん。ちびまる子ちゃん。エンディングでこの曲が一回使われたことがあるっていうね。何それ。そのエンディングが流れた日が、あ、ちびまる子ちゃん。そう、そうだね。まあそういうことになるわな。大丈夫か。大丈夫か。やばいや、抜けてない。抜けてない。大丈夫か。この回にその山崎葉子さんもその本人役としてアニメに出てんのよ。実写版。実写版っていうかアニメ。あ、キャラクターとしてね。なんかさ、何の、なんか流れてない。何かがこっち止まってるで。なんかさ、なんかずっと言うの。流れてる、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 流れてる。え、絶対流れてる。絶対流れてる。なんかくちゃくちゃくちゃって聞こえるんだもん。絶対流れてる。女の人の腕。うんうんうん。もう今絶対流れた 100%。 え、どういうこと。え、意味が分かんじゃなかった。で、俺は携帯勝手に流れたと思って見たわけど止まってるから。みんなスマホある。俺スマホそこにある。あ、俺無理じゃない。無理じゃない。いや、俺の真っ黒。え、やばいよ。え、待って。え、今のやばい。え、今のやばい。うん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 。やばい。今のやばい。え、マジで。え、大丈夫。じじじってなんか結構大きい音でじじじっつって。マジで。え、ちょっとマジで。今俺今やばい、めっちゃやばい顔してたし俺。すんげえ今本当に聞こえた。で、そもそも女の人今の音メロディーやばいよね。なんかしかもさ、こんな感じじゃなかった。いや、なんかもうちょっと元気。そう、明るめな、なんかめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。メロディーマジで気持ち悪い。何してんの。わかんない。やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。
で、まあ、ちびまる子で山田恭子さんが本人としてアニメに出演したんだけど、その時はちびまる子ちゃんの家に行って横浜っていう歌を歌うのよ。その時はちびまる子ちゃんの家に行って横浜っていう歌を歌うのよ。本編でそういう普通の歌を歌っときながらエンディングでこの怖い曲使うっていうのもまず気持ち悪いじゃん。確かに呪いが流れ始めた瞬間に野口さんっていいんじゃん。で野口さんが呪いを聞いて聞き聞くれ、待って、いい、ね、聞こえるよね、聞こえるよね。え、マジ今日静かにしろ。何今マジ止まったよ。また今大丈夫か、大丈夫これ。若干カッコさんの声が似てる。若干そう、それがキモい。本当に。で、そのモデル終盤で野口さんがキキキこれいいねって言って終わるっていう、終わり方もまた気持ち悪いし、そのマルコちゃんのエンディング見たいですか？見たい、見たい、見たい。あー、いやいやいや、今のわかんない。釣りだな。え、これちびまる子ちゃん。これちびまる子ちゃん。ほんとさくらプロダクションって書いて。そうアニメじゃねえ。そう、映像が、映像が、そうなんだ。うわ、え、気持ち悪い。え、二個目ない。え、なんで首噛むやろ。関係ないやん。なんかよくわからない。守り、これ来てる。まる子ちゃん感はない。そう、アニメと関係ない海とか田舎の風景とかが白黒で流れてるっていう、うん、で、このアニメが放送の後、うんうん、怖すぎるだろうとか、うん、子供が見てんだから、ああいう映像流すのやめろって。子供向けじゃないでしょ。タイムタイムタイムでしょ。この辺も俺その辺だった。俺も京平と同じ。ゴキブリ、ゴキブリじゃねえだろお前。でかすぎるよ、7キロぐらいある。ゴキブリねえだ。まあこんな感じで歌を歌ってる山崎亜子さんなんですけど、相当過酷な人生を歩んでるんですよ。というのもですね、1975年、18歳の時に音楽家としてデビューした。それから事務所にね入ったわけなんだけど、この事務所の縛りがねめちゃめちゃえげつなかった。縛りその1が20年間音楽雑誌のインタビューとかそれに答えるの禁止。あ、まあこれはなんかその山崎箱っていう人物をミステリアスな感じに仕立て上げるためにこれ禁止したと。そのプレですね。まあここまではまだわかる。2つ目からがえぐい。20年間笑うの禁止。ええ、俺には無理。お前じゃなくても無理だ。確かにな。で、縛りその3、家族友達との縁を切って恋人を作っちゃいけない。やばい。いやいやいや、人間嫌いっていう設定にしたかったんだって事務所が。だから縁を切るっつった。いや意味が、意味がいいじゃん。そんな設定切っていいじゃん。恋愛禁止はやばい。で、それで給料もほとんどもらえてなかったらしくて、アパート住むお金もないから事務所で毎日寝泊まりしてたんだって。まあそんな生活を送って、まあ約20年、1998年所属してる事務所が倒産しちゃったのよ。社長にも逃げられたと。で、それでもう寝泊まりしてたのが事務所だから、もうないわけじゃん事務所が。だから山崎箱さんはそっからホームレス生活をしたんです。っていう話をこれ本人が直接言ってるのよ。だから本当だろうなっていうのは分かる。で、こんな生活をして社長に何も思わないっていうのが結構無理ない。そこで思ったのがこの呪いっていう曲、事務所の社長に向けて作られた歌なんじゃないかなって思ったのも、呪いの歌詞の後半の部分にちょっと注目してほしいんだけど、コン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 釘を刺す、うん、私いつまで釘を刺す、うん、誰がこうした恨んで釘を刺す、私をこうした恨んで釘を刺す、誰がこうした私をこうした、社長が私にこんな壮絶な人生を歩ませたんだ、で恨んで釘を刺すって言ってんだよ。山崎箱さんの人生と結構該当してる部分あるんじゃないかなって思って。ほぼ確信だよなそんな。でもちびまる子に出すってどういうこと？そこに戻るの。確かにな。わけわかんないね。そこは謎ですね。まあで、だからその山崎箱がそのちびまる子さんに出たから曲を使ってあげようってことだよね。一番。いやいやいや、って変えすぎでしょ雰囲気を。ああ闇の中で。これは闇しかない。本当に闇を感じますよね。なんでマルコちゃん使ったの。だからこの呪いという曲は20年間こんな人生にさせられた社長に向けて呪い殺してやるという意味が込められているのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。怖かったなと思ったらこの動画チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
Boys and Girls, Welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!